音マーク入れるの忘れてた。あ、なんかすごい5キーになっちゃった。アットマーク入れようとしたのに、もうテロップすっごい書きにくいんですよ。オーマイガー。しかもなんか、あ、よし、これでオッケー。すごい焦った。あ、ちょっと こんばんは。もう今日すっごい私疲れてるから 開幕早々もうすごいテロップも打てなかったです。疲れ様です。皆さんも多分ね、平日ラストだから疲れているのではないでしょうか。お疲れ様。私は今日朝の9時から夜の9時までレッスン場にいました。 あ、疲れた。でもクリスマスのレッスンをね、ブワーっとしてきました。なかなかみんなが揃ってレッスンできる時がないから、もうできる日に一気にやるみたいな感じで、今日はもうめっちゃ頑張ってきました。はあ、疲れた。でもいやー楽しいね。もうクリスマスがどん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 楽しみになってきます。皆さんもぜひ楽しみにしていてください。もう本当に頑張るんで。そんな詰め込んで覚えられるの？なんかおのおのやってきてレッスン上で合わせるみたいな感じだから、全然覚えれるのは覚えれるけど、もう体力と脳に糖分が行き渡ってなくて、もうずっと疲れてた。じゃあもうお昼寝てて、起きたら寝癖がすごいって言って、もう今もちょっとあるんですけど、ここにそれを永遠にサラピが笑ってきた。もう私と会うの今日初めましてですかぐらい、もう12時間ぐらい一緒にいるのに、もう新鮮な感じで6回ぐらい笑ってきた。何がツボなのか分かんないけど、私の寝癖がツボだったらしい。いや面白いですね。いつも可愛いけど金曜日特に可愛さ増す気がするのは気のせい。気のせいではないかもしれないけど、別に金曜日に限らないかもしれない。ありがとうございます。寒いね。なんか今日一気に寒くなりましたね。今日だからそのレッスン終わって外出たら雪が降ってて、なんか雪っていう雪ではなかったけど、これは雨ではないから多分雪だろうみたいな、なんかあんま雪っぽくない霧のような、雨のような雪。でもなんか自分の部屋にいても、今まではこう暖房つけなくてもこたつだけで全然ぬくぬくだったんですけど、普通に家に帰ってきたらもう寒いって感じ。今まだ暖房つけてないんですけど、ちょっとそろそろ今日明日ぐらいにはつけようかなって思うぐらいには寒いですね。一気に寒くなった。粉雪。びっくり。みんなも暖房つけてる人とかいるのかな。ここで
一曲、沖優香で電波の悪い粉雪、音量注意。女きえあはん歌おうだけやなきんははん二人をこのあはん私の持ちネタ、冬になったらやる持ちネタ、電波の悪い粉雪。びっくりしたびっくりするでしょう、びっくりしたでしょう、ごめんね。冬になったらやっちゃうんですよこれね。マジで4年ぐらいやってるこのネタ。4年前の冬ぐらいからもうずっとやってる。電波の悪い粉雪、これをやると私は冬が来たなって思います。でも結構うるさいんで、あのイヤホンとかしてる人は多分耳が死ぬと思います。冬の風物詩。なぜに粉雪という選曲、なんでだろうね。粉雪が一番やりやすいんですよね。一番こう電波悪くしやすいっていうか。別メンバー参加のため行けませんが、3対象気になる。お、明日と明後日はお話し会でございます。はい、なんと3対象でやらせていただきます。いやー、去年はなんかクリスマスあったんですけど、お話し会、その時はね、なんか別に衣装とかなくて、もう本当にまあでもみんなクリスマスだからおのおのね、そのみんな衣装着てましたね。サンタコスプレっていうか、私は去年はトナカイ着ました。今年はでもね、サンタになる機会多いと思う。ちょっと待っててね。奥底にしまっているコスプレボックス、があるわけですけど、この私のコスプレ入れが、いろいろあります。なんかウサギやら、これはロップイヤとか、珍しいあのバリーさんのコスプレとか、いろいろあるんですけども、こちら冬はですね、こちらでねトナカイになることができます。バイト風の、街にいるバイト風のトナカイ、着てこよう。暇なし、寒いし。でも今年はマジでサンタいっぱいなるんで、本当に多分このトナカイは着る機会がないかな。
これね結構大変なんよ。足を入れる。よいしょ。着ぐるみって着るの大変。まだ片足しか履けてません。よいしょよいしょ。おお。これをですね、これ切るの大変なんです。で、あったか。なんか思ってたんと違う。こうやってね、あのすぐにトナカイになることができます。高い。冬を越したいときおすすめでございます。はあ、でもこれあんまね、なんかあれなんですよね、あんまりショールーム映えしてない。これ実際に見て可愛いのってこの体のなんかぽってり感、着ぐるみっぽいぽってり感なんですけど、それがあのショールームでは全く伝わらないので、そこがちょっと残念だなと思います。この帽子もね、ただのフードに見られがちなんですよね。これはもう実際に見ると一番輝くトナカイでございます。そう、ただのねショールームだとそうパーカーに見えちゃうんですよ。このどうしたら伝わるのでしょう、このぽってりな感じが。トナカイがね見えないんだよね。だらけてるトナカイみたいになってる。仕事したくねーって。態度のでかいトナカイ。職務放棄、職務放棄トナカイ。ニートナカイ。うまい。ニートナカイ。ああ、こうやって
今年プレゼント配りに行くのめんどくさいな。あーコロナだし、みんな宅配で届けてくれないかな。こんなトナカイは嫌だ。トナカイの休日。ちなみに本当に私コスプレいろいろあって、まだねこれこの箱、コスプレを入れる箱がこんぐらいあるんですけど、これが2箱あって、その中にコスプレを収納しております。もう本当にレイヤーといっても過言ではなくなってきました。歴代ハロウィンコスプレ、こちらはキョンシー、キョンシーの時のチャイナワンピース帽子付けでございます。キョンシートナカイ、チャイニーズトナカイでございます。大体あのハロウィンでキョンシーのコスプレって調べたら大体これが出てきます。あとは幼稚園のコスプレだったり、これはチャイナじゃないあれだ、チアとか本当にたくさんあります。悪魔、こういうのってさ、なんか年に1回ぐらいしか1回着るか着ないかなのに傘はなんか増していくし、本当に意外に困るこのコスプレの収納問題。いろいろと思い出すね。ね。思い出しますね。メルカリ、メルカリフリマアプリな、なんか一回着てるってどうなんだろう。まあそれがフリマの醍醐味でもあるんか。ちょっと脱ごう傘が増してきますね。ちょっとなんか急に入ってきた人がよく分かんなくなるんで、ちょっとトナカイは終わります。まあ、多分ショールームとかでもサンタのコスプレ今年はするかな。とにかく本当に今月はもうサンタめっちゃ来ます。もう生写真でももうすでに来たけど、もうとりあえずは明日明後日の2日間サンタになります。ちょっとここに置いとこう。楽しみにしていてください、うん、真っ赤なお花なの脱皮、そう脱皮。札幌おめでとう。ああそう、ツアーのね、あのツアーメンバーが発表されました。私はあの愛知と、北海道にいます。よろしくお願いします。名古屋と北海道、札幌の皆さん、秋田も行きたかったな。まあうん
まあでも嬉しいです、2つも参加できて。平日、確かに平日、平日の北海道とかどうなんやろ、名古屋。そう、秋田はチャートリー。まあでもね、そのどっちもさあ、北海道も秋田も、秋田じゃない、あの岩手、岩手じゃない愛知、愛知、愛知もさ、もう有名なものがいっぱいあるじゃないですか、ご飯とか。もう超楽しみ。お土産も有名なの多いし、その2つもう楽しみすぎます。1月と2月かな、愛知が2月か。なんで岩手？いや、なんか今日ソラハに秋田の位置説明してる時に岩手っていう単語を使ったから、すごいもう頭がごちゃごちゃになってきました。カニ食べたい、うん、よろしくお願いします。桃鉄ツアー、しかも名前が可愛い、ツアーの名前が可愛すぎる。桃鉄ツアー行きます。よろしくお願いします。あったかい格好できてね。え、やっぱそうなんかな、1月の北海道ってなめちゃダメなのかな。もうガチのフル装備で行った方がいいんですかね。そうしようかな。楽しみ。愛知は多分そんな広島と同じぐらいだと思う、寒さ的には。まあ2月だから寒いかなと思うけど。鬼寒い。やっぱそうなんや。じゃあちょっとあったかくしていこうと思います。そう、桃鉄で場所を決めたから、サイコロ振って出たところが北海道と愛知と秋田だったんで、桃鉄ツアーとしていきます。舐めたら死ぬ、マジかそんなに、うん、マジか。じゃあもう本当にフル装備でいきたいと思います。初ではないかな、2回目ですかね、北海道。今思えばおもろい決め方だったね。ね面白い決め方。でも桃鉄で決めないと秋田って本当に多分行かないと思う、 STU は。うん、 STU だって本当に仙台とか北海道ですらまあ珍しかったから、全国ツアーで行くの。もう秋田なんて多分、まあ、北に行くことがほぼないんだけど、多分もしかしたら最初で最後かもしれない。でももしね、めっちゃお客さんが集まってくれたら何回もね行けるようになるかもしれん。そしたら巡り巡って私が秋田に行ける可能性が出てくる、うん、雪が降りすぎて歩道と車道の落差がすごい。あ、そうなんや。なんかさ、北海道の人がさ、なんか飲み物冷やすときに、あの北海道の人って窓2個あるじゃないですか、ドアも2個あるけど、そのなんか窓と窓の間のところで飲み物冷やしてたりとかしてるのを見て、なんか自然の冷蔵庫みたいななんかちょっといいなって思いました、うん。総選挙以来の沖縄も行こう。沖つながり、沖縄私行ったことないや。わあ、行きたい、楽しみ。もう来年の楽しみが決まった。なんでぜひぜひ、まあね、なかなか平日だからね、まあ
大変だと思うんですけど、よかったら一緒に北海道と愛知楽しみましょう。よろしくお願いします。楽しみ。やった。どうしようかな。放課後ホームルームもあるね。あ、そう、今日ね発表されてた。私四国とマイカーどっちも出ます。放課後ホームルーム、マイカーがパセリとで、四国が葵さんとリンコちゃんの3人です。よろしくお願いします。放課後ホームルーム、なんか懐かしい。四国謎の組み合わせ、確かになかなか見ない3人。おきりんこという濃いメンバーに挟まれる葵ちゃんがおもろい。いやー、葵さんもなかなか濃いよ。なかなか濃いぜ。よろしくお願いします。まあだからちょっと発表がいろいろとありましたね。りんこちゃんと普段交流あるのあんまないかな。2期の中だったらない方かもしれん。なんかないけど勝手になんかめちゃくちゃ破天荒なイメージはありますね。なんかうんっていうイメージがある。だからちょっと楽しみ。なんかすごいさ、なんかうん、なんて言ったらいいんだろう、なんて言ったらいいのか分かんないけど、なんかファンの方に対してすごい破天荒なイメージがあるんですよ。だからちょっと楽しみ、放課後ホームルームでどんな感じなのか、間近で見れるってことだから楽しみですね。いや分かんない、私の勝手なイメージかもしれない。パセリは一回前にやりましたね。うん、だからまあ多分大丈夫だと思う。ゆきちゃんの前では猫かぶるかもね。どうなんだろう。私葵さんのなんかファンの方へのなんか対応もめっちゃ気になるよね。なんかあんま見たことないっていうか、うん、なかなか他のメンバーのさ、そういうお話し会のやつとかあんまり、うん、見ることとかないから、放課後ホームルームはわりかしそれを間近で見れるから、うん、ちょっと面白いですね。どんな感じだろう。まあ、楽しみにしております。今の広島市2度、広島県ではマイナス3度らしい。マイナス3度、すごい。推し以外の情報が皆無の場合どうすればいいですか。あのね、それめっちゃ言われるんよ。放課後ホームルームあるよっていうのを言うたびにさ、一緒のメンバーがと関わりがないみたいな、どうしたらいいですかっていう人いるんだけど、あのね、なんか大体来るファンの人はなんかこの例えば2人メンバーがいて1人ファンの人だとしたら、3人で会話することもあるんだけど、もう明らかに自分のファンじゃないなって人、
あ、これはあの子目当てのファンの人だなって時は、わりかしそのメンバーもこうスッとこうなんかだ黙ってるっていうか、こうスッと一線引くから、もうなんか二人で喋ってるのをこうやってにニコニコしてるって感じだから、そんなに気にすることない。別にこう気を使ってなんとかで、あこっちは長いなあみたいな、でも別にしなくても自分は別に、うん、どうぞみたいな、じゃあ話してくださいみたいな。まあでもせっかくね放課後ホームルームだから、こう最後にちょっとなんか一言、まあ、話せればいいかなぐらいの、そんぐらいのテンションっていうか、うん、なんかめっちゃ気遣ってくれる人もおるんですよ。なんかなんとかちゃんでなんとかちゃんでみたいな、なんか逆に気遣いすぎて、私のファンの人で気遣いすぎて私と話さずにもうなんか別のメンバーに話振って私と話さずに終わるみたいな人もいたんだけど、全然、うん、なんかもうこっちはこっちで勝手になんかへえそうなんだとかめっちゃ相づちしてるから、うん、全然気を使うことなく、うん、大丈夫でございます。なんかそんなにメンバーも気にしてない、うん、別に自分と話さなかったからとかあんま思わない。メンバーもその人とはそうかもしれないけど、別の人ではもう別の人と喋ってるから、うん、そんなには思わないか。まあでも一番はね、なんかこう3人でワイワイ喋れるのがやっぱホームルームのね、せっかく個別じゃなくて放課後ホームルームだからっていうのもあるのかもしれませんが、まあでも全然、うん、で私は私の考え方そうでございます。うん、まあなんで気軽に本当に、うん、何も思わずに緊張せずに来てくださいな。お待ちしております。まあでも確かに緊張するよね。まあ全然こっちから話題出すんで、ココアにいつも押してくれるって言われた後に2期生のグッズ見せてマジで怒られたの、懐かしい思い出。あー、なんか私ファンの人にそういうことされたことないかも。なんかあんまないかも。なんかおきちゃん押してるよって言ってなんか別の人ちらつかされたことが意外とそんななくて、なんかそれで怒るっていうことがあんまなかったから、うん、なんかアイドルあるあるがそんなに経験できてないかもしれん。まあいいよね、夢だよね、確かに行かないでみたいな、もしそうなったら怒るの。私ね意外にね、なんかあもうどうぞって感じでもなんかそういうことをなんかされないっていうか、うん、なんか多分求められてないそういうのこの子のグッズ見せられてもリアクションに困らない。なんかされたことないんですよ。なんかこれ丸まっちゃうとグッズとか言われたことないから、どうするの、言われたらどうするの、分かんない言われたことないんですよね。でもちょっとあまりにも素敵なグッズだったらすごいってなるかも、うん、かな。意外にその王道なやり取りがあんまない、
私はだってもうね、私のファンの人は結構なんか、のんびり屋さんが多いからかな。いやでもいいね、なんかファンの方の立場だったらちょっと嬉しいかもしれない。それはいい思い出になるかも。のんびり屋さん、なんかマイペースっていうか、なんて言ったらいいんだろう、難しいけど、そんなに起伏が激しい人があんまいない。こういう人がいない。もうなんかみんなずっとこうもう糸って感じ。平和な界隈でございます。推しに似るのかな、推しに似てんの。起伏激しくいこうかな。お、待ってます。よーこの人はファンの人、た手の人もファンの人、鬼なす糸は情緒安定。よくわかんない歌を生み出してしまった。顔のトレーナー顔。おきちゃんが最近おこぽになったことあります？おこぽ、私本当になんだろう、人生でこう怒るってことが本当にあんまりなくて、全然ないんよね。なんだろう、なんだろうな、怒ること。そう、もう本当に機械に対してめちゃくちゃ怒る。舞ちゃんと喧嘩中、舞ちゃんと喧嘩中でもいつもはなんかの喧嘩の時はなんか舞ちゃんが私の無神経にあってなって、私がなんで怒らせたのか分かんないみたいな感じだったけど、あのその喧嘩最近仲直りしたやつは、あのまいちゃんも怒って、で私も怒ってみたいな、それはちょっとあれかも、珍しくっていうか、そのなんか私本当にメンバーに怒るってことが全然ないんだけど、その時はなんかあったかもしれん、くらいかな。でも本当になかなか、もうなんかお互いになんかすごかったんよ、もうなんかもうブワーみたいな。お互い感情が追いつかなくて、もう喧嘩してる時の LINE がもう5時しまくりみたいな。そうですね、8ヶ月前ぐらいの時に。そうってことはあったけど、LINE、 いや最初は電話だったんだけど後から LINE になったの。まあその話はね、あの仲直りした後にしたんですよ。なんか5時が多いみたいな話は、もう怒りが指に追いつかなかったみたいな今話はしたけど、でも多分舞ちゃんも別にそんな他の人に怒ってるところはあんま見たことないかも。マヒナさんがいた時かと思った。マヒナさんがいたのはあれ別に喧嘩ではないからね、なんかそんなガチのじゃなくてノリみたいな。なんか私らの言う喧嘩って割とノリのやつとガチのやつがあるから、その分別が難しいんですけど、
人前がいるところでの喧嘩は割とノリなやつが多いです。あとはもう妹に一回だけ怒ったことがあるぐらいかな。機械と妹と舞ちゃんぐらいかな。そこ3人ぐらい、3人っていうか、まあ、1個は機械だけど、うん、ほのたんと喧嘩とか言われるんだけど、てかほのたんさんがさ、なんか一回沖ちゃんとガチ喧嘩したみたいなことツイッターに書いたからめっちゃ誤解されるんだけどさ、全然喧嘩じゃないか。なんかもうノリだからさ、なんかすごい、一時期さ、なんか本野さんと喧嘩してるんでしょみたいな言われる、もう鬼ノリみたいな。なんか鬼ノリっていうのもどうか分かんないけど、もう超ノリっていうか、もう本当にそんな、なんか伝わんないよね。ノリです。 本当の喧嘩だったらまずツイッターに書きません。かな。なんか喧嘩に近いけど、最近なんか外でスパーリング、なんか何円みたいな人がいて、結構やってたわ街中で。あと腕相撲を街中でやってる人がいた。しかも、ね、ちゃんとした機械で。だから最近なんか流行ってんのかなって思って、こういうなんかね、すごいな最近街中、広島すごい最近多い。パルコ前でスパーリングと腕相撲のやつ、パルコのとこは、腕相撲はパルコじゃないけど、なんかすごいやってる。こうやって段ボール持ってた、こうやってスパーリング何円みたいな。腕相撲はしかもギャラリーもめっちゃいた、こうやって。だから私はすごい、なんか大会でもしてんのかなと思ったけど、飛び入り参加すればよかったかな。流行ってる、分かんない、1回しか見たことないから、もうそれ以来見てないけど、1回だけ最近見ましたね。広島は大道芸人の条例ないからね。ああそうなんや、条例ないんだ。確かにめっちゃね、なんか芸する人めっちゃ多い。こう止まったまんまの人で、お金払ったらこう動く人めっちゃ見る。男女共にいる、よく見ますね。たまに動いてる。あれなんていう職業なんだろう。すごいね、本当にずっともう人形みたいに固まって、ずっとこうやってウィーンウィーンみたいな。本当にね、よくいます。おきちゃんも固まってみよう。おきちゃんが固まったところで おきちゃんが固まったところで、どうせえと。パントマイムなんあれって。ホノタンさんからもらった牡蠣、そろそろガタが来てる。牡蠣これさ、ホノタンさんがくれたんだけどさ、なんか最近穴が開き始めて、洗濯ずっとしてたからかな、ここにね穴が開いちゃったんですよ。牡蠣最近ここで寝てるから、ここにこう牡蠣を置いて枕代わりにして。そう、破れた、縫わなきゃ。
ここで寝てます。リコチの部屋にも鍵があった。なんでみんな鍵持ってん。でもファンの人が新しいのくれてたから、プレゼントしてくれてたから、そろそろ迎えに行かないといけん。裁縫道具あるの？一応あるよ。でも全然使ってない。ソーイングセット。奥ちゃんが裁縫、奥ちゃん中学校以来してないな。中学高校以来。牡蠣広まってく。そう。問題です。牡蠣は海の何と言われてるでしょ。海のミルクだよ。ちなみに森のミルクはアボカドです。ちなみに後ろミルクは牛乳です。そのまま。いや、陸のミルクか。なんて言うんだろう、牛のミルクってもうそのまま。STU のミルク、まろやかさで言ったら誰だろう。まろやかなメンバー、うーん、まひなさんとかかな。あのまろやかさは他にいないね。あの中身がまろやかなメンバー。ですかね。なんか変な話ばっかしてる。50分早いな。明日はお話し会、楽しみです。呼吸まろやか麺かと思ってた。私まろやか、私飲み物で例えたらなんだろう。なんかそういうの難しいよね、自分を飲み物で例えたらなんだと思う。唐突な質問。メロンソーダ、体健やかちゃん、抹茶。ねえ、それがさ、みんそう各々を考えてるのが私のイメージなんだね。なんか不思議な気持ちになる、そういうのを見てたら。ちなみに自分じゃ分かんない。紅茶、ルイボスティー。私ルイボスティー苦手なんだよね。でもイメージバラバラね、みんなバラバラ。そっか、まあでもちょっと難しいよね、飲み物で例えるって質問が。ちょっと考えとこう、自分を例えたら。ちなみに私は自分で例えた子供ビールかなと思ってました。うん、梅昆布茶と言われたら微妙。いや好きよ梅昆布茶。むずいね。子供か大人か分からんやつ。そう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 。明るい爽やか系の時と大人っぽい紅茶みたいな時があるんだよな。おお、じゃあもうカフェオレだね。白黒つけないカフェオレ。
カフェオレが飲みたいの、黒いコーヒーもいいけど、優しいミルクも素敵なの。ほっ、白黒つけないカフェオレってやつですね。私あんまカフェオレ飲まないかも。ちなみにどっちかって言ったら紅茶ばっか飲んでるから、まあでもカフェオレちょっと飲もうかな。55分、あともうちょっとしたら壇上読みます。よく覚えてるね、 CM の曲なんか覚えちゃう。お酒、お酒か、むずいね。まあ、飲み物で例えること自体がもう難しいね。なんで矢野さんこの時間から始めるんだろう。ショールーム始めた？あの人のさ、なんかわかんないよね、この時間から始めるの。なんか聞いたんですよ、なんでそんな58分とか59分とかにショールーム始めるんですかって。なんか真似するね、なんか元気だよってことをみんなに知らせてあげたいんよねって言ってて、もうなんかファンの人も分かってるから、なんか58分くらいにもうルームに入ってるみたいな、だから始めてもなんかもうおるんよねみたいな言ってて、そんなことあるって聞いたんよ。なんか今日も元気だよっていう知らせらしい。よく分からん。旦那さんがなんかめっちゃ可愛いピアスしてて、自分の誕生日プレゼントに、自分のプレゼントご褒美に買ったって言ってて、私もね今ね自分のご褒美になんかネックレスを買うか迷ってて、ネックレスを買うかそれを我慢してあのカメラを買うか我慢してっていうか、どっちにしても買うんだけど、あの自分が身につけるそのテンション上げるためのネックレスを買うか、それかあの今後いろんな場面で使えるであろうカメラを買うか、もうめっちゃ迷ってる。ソニーのねカメラが欲しいんですよ今。そのうーん迷って値段の差がありません。いやそれ迷ってる理由もね値段なんよ。どっちもねなんか同じぐらいするやつだから、もうご褒美だからね迷うのよ。でもカメラはね今後いろんな場面で使えそうなんよな。うん、だから今日はあのキャベツ生活しました。そうそう男女読むか、そのどっちかを買いたくて。13位から男女読みたいと思います。13位が師匠さん、12位総龍さん、11位モンブランさん、10位ジェリーさん、9位カズノリさん、8位テリーピーさん、7位タオさん、6位マッカさん、5位バンボシさん、4位ペルさんでした。13位から今の皆さんありがとうございました。そして3位がコバチャさん、2位がシオさん、1位がトニトニチョッパーさんでした。3位から1位までの皆さんありがとうございました。壇上の皆さん、コメントしてくださった皆さんありがとうございました。ということで明日はオンラインお話し会 in クリスマスサンタコスプレ、ぜひよろしくお願いします。疲れたもう私は疲れたから寝ます。配信ありがとう、こちらこそ見てくれてありがとうございます。いい夜をお過ごしください。よかったらツイッターまだフォローしてないよって方がいたらフォローしてください。よろしくお願いします。多分ほとんどの人はしてくださってるのかな。ぜひあの